倉庫の中にずっと使ってない材料があるのを見つけたの。いつ取ってきたのか思い出せないから相当前から入ってるってことだよね。取ってくるときにその時必要じゃないものも一緒に取ってくるのがいけないのかな。でもせっかく材料を集めに行くのに必要なものしか持って帰らないのはそれはそれでちょっともったいないし、その時だけじゃなくて次に作るものに必要になるって分かってるものを選んで持ってくるようにしようかな。うん、そうした方がいいよね。そうすれば冷蔵庫の中に入れっぱなしなんてことにはならないと思うし。冷やすといえばだけど、缶ジュースをあっという間にキンキンに冷やす方法があるの。敷き詰めた氷の上に缶を置いて数十秒間くるくる回し続けるの。氷を入れて飲むとジュースの味が薄くなって嫌だって思ったらぜひやってみてね。せっかく上手に作れても食べるのは私だけなんだよね。あなたにも食べさせてあげられたらもっと頑張ろうって気になれるのに、それがちょっと残念かな。流れ星ってすぐ消えちゃうから3回お願いするのは難しいよね。でも前に10秒くらいかけてゆっくりと流れる星を見たことがあるけど、あれは見てて不安な気持ちになったよ。夢世界に行くの？もちろん。あなたが行きたいなら反対なんてしないよ。今日はどんなことを思い出せるのかな。お集まりの皆さん、ここにおられるのは崇高なる計画を実現せんと政府の要職において多大なる尽力をいただいた方々。貴重な資材を惜しまず投げ打ち、また有能な人材をご提供くださった先見の明にあふれた方々ばかりである。ここにおられるのはわずか 1% の選ばれた人たちだ。世界を動かし支配する力を持つ惑星ラシェーラは崩壊の危機に瀕し、滅亡への道を進んでいる 1%。 我々 1% こそが人間である。優れた者こそが生き延び、新天地においてより豊かな世界を築き、新たな歴史を重ねることが許される。我々こそが、まさに我々がその資格を持つ者、神の手によって選ばれし者なのである。だがしかし、その身分を保証され要職を任されたにもかかわらず、我々に反旗を翻した者がいる。残念ながら我が娘レナルル・タータルカだ。生涯唯一の汚点、実に残念でならない。しかし彼女はその罪を懺悔し、我々を新たな世界へ送るエネルギーの一部となる、そう申し出てくれた。彼女のその身を挺した最後の貢献をどうか認めてやってほしい。
そしてこちらにいらっしゃるジリリウムリモナイト博士が我々を新天地へと送ってくれる。どうか彼女に敬意を表してほしい。口は慎んだ方がいいな、ジリリウム。それにこれは君にとっても全く好都合なことだと思うがね。我々がこの惑星を去ることでジェノムを忌み嫌う者たちはぐっと減るわけだ。もはや反ジェノムの権力者はいなくなると言ってもいい。それにネロももはや我々には不要だ。君の自由に従え。最初に約束した通りの結果だろう。この歌を歌って私が無事でいられるとでも。ふざけないで。それは君の頑張り次第だよ。まあ三軸移動だ。最悪でも命はつながるさ。それとも今ここで銃弾に倒れるという選択肢もなくはないが、どうするの。そういうことだ。どんな時でも命は粗末にせん方がいい。君には感謝しているよ。君の作ってくれたアストロサイトモジュラトリウイルスとその培養ノウハウは未知の環境において我々を力強く守ってくれることだろう。ルーベルト、マスター！貴様らここで何をしておる。おお、クラケット博士、自らお出ましとは全く好都合です。なんだと。あなた方も我らの一員としてお迎えしよう。元は博士の研究だ。その権利は十分にある。ルーベルト、それにお連れのお嬢さんはグレイコフの忘れ形見キャスティだね。気安く呼ばないで。お父上はチューブカンパニーの創設に深く関わり、ひいては我々の地位拡大に大きく貢献してくれた人物だ。やめてよ。お父様はあんたなんかに協力したくなかったんだから。こんな風に自分の味方だけ助けて他の人は見放して、あとはどうなったっていいっていうの。最低。お嬢さんはどうやらこの世の仕組みについてまだよく理解していないようだ。いいかね、世界というものは上位 1% が残りの 99% を支配しコントロールして成り立っている。自由主義とは自由という看板の下で、それと気づかせずに人々を刺激するためのシステムなのだ。そんなの変よ。どこが自由なのよ。自分がどちらの側にいるのか知る自由は常にある。そして我々にはそれを知らせない自由があるのだよ。へりくつ言わないで。さあ君は今新しいことを知ったよ。ここにいる人々は新たな世界で生きるにふさわしい 1%、 世界を創造する有性遺伝子の集まりだ。同じ人の形をしていても我々と残りの 99% は全く別の種と言っても過言ではない。君はどちらを選ぶのかな。私は君を歓迎するよ。虚言をロースな、リーベルト。ほう、だいたい移住先だってわからんはずだ。適当に座標を指定したって絶対0度の真空があるだけだ。ご心配には及びません。我らの仲間ネロが教えてくれた。何だと。彼女は我々を心よく送り出してくれる。嘘、嘘よ、デタラメよ。そんなの、人の住める星ネロが。本当だと思う。私たちが困っていると訴えたら居住可能な惑星を探し転送することも快諾してくれたのだ。嘘よ。本当だ。さあ君たちも来たまえ。我々には優秀な科学者も子孫を産み増やせる若者も必要なのだ。絶対嫌。私もごめんコームル、今すぐこの馬鹿げた計画をやめるんだ。どこまでも現状認識のできぬ愚か者め。だがもう遅い。何？フェリパ、エクインパトロン、フィースーイ、パエクゼクパドゥ。
ニーベルト、トロンを止めろ。こんな大勢を移動させるエネルギーがどれだけ近くをえぐるかわからんのか。分かっていますよ、もちろん。私も元研究者ですからね。さあ歌いなさい、ジリリウム博士。やめるんだ。たちが、そんな、よし、はい、万が一の時はこの身に変えても最悪を防がねばならん。これを、これは頼む、サーリに渡してほしい。あの子ならいつかこの意味をきっと理解するはずだ。ダメ、自分で渡して。そうじゃなきゃここで死んじゃうってことでしょ。心配するな。もしものためのバックアップだよ、バックアップ。でも、さあここは危険だ。君は早く地上に出てサーリのところへ。いやよ、私だけ逃げるなんて絶対。お待ちなさい。カノ、それにイオン。カノイール、いや違う、感じる。まさか。なんだい、どうしたってんだい。ジェヌムよ、ほら空にもあんなに。こんなにたくさんのジェノムが一直線に。この先は中間行動じゃないか。なんでだよ、一体何が起こるんだ。こりゃ大変だ。世界が終わったっておかしかないね。この扉、
ジルさんが歌い始めた時のことを思い出したよ。クラケットさんとキャスちゃんが駆けつけてくれたんだけど、結局止められなくて、私たちが着いた時にはもう。あなたも気づいた？キャスちゃんに真空管を渡して、この身に変えても最悪を防ぐって。まるであの後そんなことないよね。だってクラケットさん、私とネロを元の世界に返してくれるってそう約束したんだから。だからあんなところで。それだけじゃない、カノンさんやゴーザルさんも、まるでみんなあそこで。そっか、もしかしたらこの先にあったことが原因で今の私が。でもまだ先の記憶があるんだよね。それなら私は平気だと思う。心配してくれてありがとう。あなたの気持ちはすごく嬉しいよ。祈って過去や未来が変わるならきっと誰も苦労しない。願わずにはいられないけど、きっと願うだけじゃ何も変えられない。思いも力も誰か助けられるくらい強くなりたいな。とりあえず今回思い出したものをメモしておくね。作ってほしいときはいつでも声をかけて。記憶取り戻してくれてありがとう。また一緒に夢世界へ行こうね。あなたと会う前は料理なんてほとんどしなかったのに、今じゃもう日課になっちゃったよ。まあだからって得意かと聞かれたら素直にうなずけないけど。これはおしゃれに不慣れな私にとって教科書にもなるカタログなの。ページを開くとおしゃれな小物や服、家具から食器までたくさん載ってるんだよ。でもちょっと引っかかるところもあるの。なんか宇宙人みたいなぬいぐるみとか、ボタン一つで三段変形デスクとか、よくわからないものがたくさん載ってるの。それにこのカタログの名前もおしゃれじゃなくておしゃれでしょ。これ大丈夫なのかな。やっぱりそう思う。私もちょっとおしゃれとは違うような気がするんだけど、でもまだ完璧におしゃれを理解したわけじゃないから、おしゃれじゃないとは言い切れないし、まあおしゃれもおしゃれも多分そんなに変わらないと信じるよ。真空か、綺麗、テカテカ、ピカピカ。お昼寝しちゃったけど、もう大丈夫、すぐ起きるよ。
お話しするのって楽しいね。着てみたい服？ちょっと悩むけど、どうせ着るなら楽に着られるのかな。動きやすいってだけじゃなくて、簡単に着たり脱いだりできたらすごく楽でいいよね。その気持ちよくわかるよ。さすがに一日中パジャマってわけにはいかないけど、やっぱり楽なのがいいよね。他にすることがなかったからなんとなくペンを走らせてたんだけど、意外といい感じに描けてる気がするの。もしかしたらいいものが出来上がるかも。まあこういう時って大体見返してみるとダメなんだけどね。この前買った歯磨き粉、使ってみたらすごく辛くてびっくりしちゃった。やっぱり使い慣れてるのが一番だね。採取する材料はこれでいい？うん、任せて。準備ができたら行ってくるね。今いる？呼び出してごめんね。私ちょっとお出かけしてくるから、そのことを言っておきたかったの。それだけなんだけど、でも行く前にあなたとお話しして、ちょっと元気もらいたくて。そんなわけで元気補充完了。それじゃあ行ってきます。毎度、道具屋ネリコさん参上じゃぞ。お、おったおった。今
王も超面白いものを持ってきてやったぞ。しかし簡単に渡してしまうのはあまり面白くないの。どれ、クイズで答えられたらこのカードをお主に譲ってやるとするかの。では問題じゃ。我が何を持ってきたのか答えてみよ。ヒントはさっきも言った例のごとく持ってきたあれじゃよ。なかなか面白いことを言うの。じゃがクイズの答えとしては大外れじゃ。答えはほれ、新しいカードじゃよ。今回のもこれまでとは一風変わった超ドキドキな面白カードじゃ。なんといっても王道的なデートスポットに行くことのできるカードでの。まあ本来であれば季節限定ではあるが、それに左右されずに好きな時に行けるのだから便利なものだと思わんかの。気になっておるか、気になっておるじゃろ。我慢は体に毒じゃし、我もお主に倒れられては困るからの。今回ばかりは特別に教えてやるとするかの。今回のカードは縁日じゃ。おそらくかなり人混みになるはずじゃ。ここに行くときははぐれぬよう気をつけるんじゃな。そういえば東大森は浴衣を持っておったかの。なんと、それは失敗したかもしれんの。縁日には浴衣で行くのがベストじゃからな。まあないのであれば仕方があるまい。そのあたりは何か別のものやお互いのムードで補うのじゃぞ。ではさっさとセットするかの。よし、完了じゃ。我の用事はこれで終わりじゃ。あとはあやつが帰ってくる前に退散するとしようかの。見つかってしまってはせっかくのサプライズが台無しじゃからの。我からのプレゼント有効に使うのじゃぞ。ではまたの機会にの。いるかな。あ、いたいた。ねえねえ、新しいカードがあなたに刺さってるよ。またネリコさんが来てたんだ。事前に来ることを言ってほしいんだけどな。それなら部屋を事前に掃除しておけるのに。やっぱり人を家にあげるんだからそれなりに綺麗にしておかないと恥ずかしいもん。言われてみれば確かに。まあ戸締まりをしてない私にも問題があると思うけど、とりあえず新しいカードをもらったんだし早速見に行ってみようよ。やったー。楽しみだな。今度はどんな世界なんだろう。それじゃあ目をつぶるね。楽しいところだといいな。うわー、人がたくさんいるね。それにお店もたくさん並んでるよ。ここってショッピングセンター？じゃないよね。どう見ても外だし。じゃあ何なんだろう。あれ、よく見るとなんか変わった服を着ている人が多いね。ほら、ひらっとした布を体に巻いて
腰の紐で止めてるよ。浴衣？あれ？確かそれって…そうだ！お風呂上がりに着たりする服だよね。でも、お風呂屋さんはないから…だとすると…あ、わかった！ここ、お祭りだよ！来たことがあるかまではわからないけど、確かに知ってるよ！縁日？そういえば、そんな言い方もあったような気がするよ。ちょっと惜しかったけど、お祭りでもおまけで正解でいいよね。ねえねえ、それより早く見て回ろうよ。すごく賑やかだね。私、こういう賑やかな場所って得意じゃないんだけど、でもここは平気かも。こうして歩いてるだけでなんだかワクワクしてくるの。なんでかな。思い出せないけど、縁日で楽しい経験をしたことがあるからかな。実はさっきから気になってたの。焼きそば、フランクフルト、イカ焼き、かき氷。あ、かき氷は似合わないか。って、そうじゃなくて、まるで私が食いしん坊みたいに聞こえるんですけど。そういえば、あなたは縁日って行ったことある？そっか。それじゃあ今度来るときはあなたにエスコートしてほしいな。人がいっぱいで慣れてない私ははぐれちゃうかもしれないし。頼りにしてるよ。あ、端っこまで歩いてきちゃったね。どうしよう、また来た方向に戻ってみようかな。でもやっぱり楽しみは今度にとっておいた方がいいかも。初日に見尽くしちゃうのはもったいないよね。今日はもう帰ろっか。はぁ、ただいま。初めての場所だったからかな、ちょっと疲れちゃったかも。でも遊び疲れって感じだから嫌じゃないよ。華やかで賑やかですごく楽しかったな。今日は付き合ってくれてありがとね。また明日とは言わないけど、近いうちにまた縁日に遊びに行こうね。約束だよ。今ファンタジー小説を読んでたんだけど、こういう不思議な世界っていいよね。こういう物語で登場するものが現実になったらすごく楽しいだろうな。今日はお風呂じゃなくてシャワーにしようかな。お風呂は全身ポカポカになるけど、シャワーはさっぱりした感じになるのがいいよね。これを作るの？うん、もちろん。その代わり、ちゃんと応援しててね。
乳鉢じゃなくてすり鉢を使った方が綺麗にすりつぶせるんじゃないかなって思うのは私だけかな。ギザギザがついてるから乳鉢でやるよりも細かくて綺麗になると思うのにな。こういう作業は大好きだからつい気分が高まっちゃうよ。あなたと一緒に作れたらもっともっと楽しくなるのに。あれ、風が吹いてるような。もしかして隙間風かな。ちゃんと窓は閉まってるのに。